あ、ウエストさん。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。食にしないことです。そういうとゴリです。あらメニューはあのチヂミとチャプチェ、うん、あ、チヂミとチャプチェ。これもチャプチェ作りに入ってる。入ってます。ってことですね。しじみはもう焼くだけなんで。ああ、なるほど。タレをどうするか。はい。そうそうだ。タレもあるんだ。あ、ちょっとね。あ、SDGs。あ、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 あれ？あ、あ、あ、あれ？なんか。あ、ちょっと。言いましたね。ちょっとごまかさないと。もう言ってないですよこれ。うん。大丈夫みたいです。はい、余裕ないよ。あ、土も食べれる。あ、ちょっと土それダメですよ。もうそれで戦うと負けるんですから。チャプチェって何肉入ってるから、ね、はい、病みつきになる味。それがニンニクかもしれないですよね。えのきは確かにイメージあります。ある。びっくりした。危ない。食べる。食べたら危ない。明日休みなんで、あの、あとで行こうと思う。あ、なるほど。ちょっとお腹犠牲しても美味しい料理をってことですね。おー、いいですね。おいおいおい、あ、とっとっとっと。落ちちゃって。拾わなきゃ。死んじゃうな。それは何ですか。醤油か。で、来た。これが韓国料理の。今ね、あんまり濃いの、あの、辛いもん好きじゃない。あ、あら、そうなんですね。じゃあちょっと一重も。いや、大丈夫。大丈夫。あの、お客様の口に合わせた料理。絶対に食べなきゃいけないんですか。あれ、ちょっと相当ちょっと信頼と実績がない。大丈夫ですよ、美味しいから。そうですね、食べてみての、はい、感想ですね。はい。あ、でも色がちょっとね、チャプチェっぽくなって、チャプチェっぽい、チャプチェっぽい。ここからがチャプチェなんですよね、大悟シェフは。そうだよ。お座りください。あ、あ、あれ、あれ、あ、ちょっとお座りください。もうゴミさんが全然もうすごいかもしれないけど、ゴミちょっと早めに座ってもらった方が、もう座っていただいた方がいいと思います。多分もうシークレットなので、はい、ここからは来てますね。おお、ってことは出来上がり。ああ、まだね、レインぐらいです。はい、色味的に。そうですね。あ、いいじゃないですか。ペヤング的な。火薬的な。きた。いいよ。盛り付け。おお。まあチャプチェビーフン風みたいな感じですか。ちょっとなんか逃げが逃げを感じる。まあ、先にじゃあこのチャプチェビーフン風が出来上がりました。そしてですよ。ここから。あ、もうちょっと笑顔がこぼれて。美味しそうでしょ。カンボン、初めて見る料理。まあ、チャプチェビーフン風ですからね。そうチヂミの仕上げですね。これで俺の中が険悪になったらお前らのせいです。ああ、ちょっと、え、あ、なんか攻撃的になってきてる。シェフにしたらこうずるい、なんそのずるい、なんか早めに。あ、でも四角、四角だっけ確か。見てないうち。ごま油か。ごま油入ってること痛い。はい、いける。うまくなる。気づく。今加えんだったら今ちゃう。練習。はい、あ、いいですね。外見てます。意識変えたら。よしよいしょ。おー、うまい。だいぶでも縮み。ああ。ね。いや、来ましたね。軌道修正。軌道、最初が間違ってたみたいな、ごめんなさい。チヂミはいいんじゃないの、これ。チヂミはいいんじゃないのってことをチャプチェは。あれ。あれ。あれ。ありました。色がだいぶ。ね。チヂミ。皿だけはいいんだよな。あ、止めましたね。終わりましたね。ちょっとこっからの展開に期待ですけど。おお、来た。よかったね、日の目見れて。なるほど、とりあえず。あら、いいじゃないですか。だいぶチヂミお好み焼き風。このじゃがいも何すかそれ。
2人前ですもんね。でもこれ通り、これ通りいけば、やっぱなんかね、こう形にするとこうまとめちゃうよね西大吾さんって本当そういう方ですよね。まとめ上手、ちょ陰口みたいな、陰口来るな、ちょっとこそっと、まあ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 、でもシェフはそんなことに動じない。日本語で悪いって言ってくれこれがまあいいや、ね、何ですか、来た、注目ですよ、注目ですよ、あれあれあれそうですね、はい、2枚目、よし、そしてですよ、そしてこれどうにかしないと、え、大丈夫、大丈夫、大丈夫ってなんすか、よし、あら、あ、完成あら、来た、完成、なしごれ、なしごれ、なしごれって言われてるジャパニーズスタイルチャプチェ、ダイゴスタイル、ダイゴスタイルチャプチェ、だって食べ物こうやって見ないですよ箸でこうやって